トヨタアイスイングとヨタアイスイング背面、トヨタアイスイングとは、トヨタ自動車が開発したパーソナルモビリティのこと。PM、i ユニットといったトヨタが今までに開発してきたパーソナルモビリティをさらに進化させたもの。2005年の東京モーターショーで発表された。今までのパーソナルモビリティよりも小型化され、車に乗るのではなく、着るという感覚で、 より生活空間に溶け込むようなデザインとなっている。ボディは歩行者と衝突しても衝撃を和らげる低反発ポリウレタンを採用。正面の分割開閉ドアと背面の三角形パネルはディスプレイになっており、気分に合わせて任意のイメージを流すことができる。二つのモードが存在し、低速時は前輪を収納してセグウェイのように二輪で走行し、 スピードを出したりするときは前輪を出して三輪で走行する。またアイスイングは荷重を感知して、車体を自ら傾けることで、人間が動くときと同じように重心の位置、荷重バランス、駆動力などを制御し、高重心、タンホイールベースにもかかわらず、安定した乗り心地と高い運動性能を実現している。 操作はドライブコントローラーというジョイスティックのようなものとペダルによって行う。慣れればダンスのようなアクティブな動作をすることも可能。また一台一台に専用の AI が備わっておりドライバーの情報を蓄積することでドライバーの思考に合った情報を提供したりすることが可能。また AI を通して他のアイスイングとコミュニケーションを取ることができる。さらに 自分が運転しなくてももう一台のアイスイングと並んで走行することもできる。ありがとうございます。